こんにちは。カナダ在住の山田です。共和党が内紛状態ということで話をしていきたいと思います。 はい、えー、今回また大統領選挙絡みの話をしていきたいと思います。えっ、ー、と、本日なんですが、8月23日です。第1回目の共和党内大統領候補者討論会が開催される日になってるんですね。で、この討論会参加条件満たした候補だけが参加できまして、誰でも参加できるわけじゃないんですね。で、ご、えっ、ー、と、2ヶ月ぐらい前の動画で、今のところこんだけしか参加条件満たしてません、みたいな感じでね、かなり少ない量だって話をしたんですが、あれから状況かなり変わりまして、えー、この赤で囲んでる人たちが参加条件を満たして、 していますで、参加条件満たすイコール強制参加ではないんですね。えっと、あくまでも参加してもいいよっていう話でして、実際今回、まあ、最終的に参加するっていうふうに発表してるけれども、直前までどうするかわからないっていうふうに言った人ってほどほどにいるんですね。で、例えばトランプ大統領は結局不参加ですってことを表明していますし、えっと、あとは、ま、一人これに今かなり問題になってるんですが、このラリー・エルダーさんに関しては、参加条件満たしてるはずなのに、共和党全国委員会が、いや、お前ダメだと。 いうふうになんか謎のイチャモンつけてきていまして、今対立しています。で、裁判沙汰になりそうなんですが、あの、まあ、正直、ラリー・エルダー、えっ、ー、と、ど、どなた様みたいな風にね、思ってる方もいらっしゃるかもしれませんが、あの、個人的に、 今のいろんな状況を見ていくと、副大統領候補に一番ふさわしいのってこの人だったりとかするんじゃないかなって思うぐらいの人物なんですね。はい。で、まあ、その絵がどういうことなのかとか、あとは、なんでエルダーさんが、その、避けられているのかとか、その辺の話は最後にまとめてしていきたいと思うんですが、はい。えっ、ー、と、ひとまず、まずは、あの、今回の今の全体的な状況に関するとこまとめておきたいと思うんですが、 えっと、これ、リアルクリアポリティクスが、いろんな、えっ、ー、と、世論調査結果を、まあ、へい、も、出して、それを平均化しているものなんですが、えー、トランプ大統領、現時点で平均すると55.4ポイントぐらいの支持率ですね。もう、ぶっちぎりの独走状態っていうことで、もう50%切ることがない感じなんですよね。で、一方で、えー、デサンテ州知事、一時期30%超えているぐらいだったのが、もう半分以下の14.3までになってきていまして、 まあ本当に色々ね、注目集まっていただけに、自分のその政治キャリアをものすごいスピードにも燃やし尽くしちゃってる感じがしまして、ちょっと残念だなって思わざるを得ないですよね。はい。というか、なんか悲しく僕は思えてくるんですが、で、その一方で今、ぐんぐん勢い伸ばしてるのは、このビベック・ラマズワミーっていう人なんですよね。インド系の人物なんですが、まあ、とはいえ、この人、危険人物なのいい人なのっていうのはよくわからないんですよね。 で、あ、そうそう。で、このラマズマミーさんの話も含めて、あの、また渡辺宗季先生のチャンネルにこの前、えっ、ー、と、コラボ動画みたいな感じで出てきましたので、えっ、ー、と、よかったら見に行ってみてください。の、聡季チャンネルですね。あそこの中でもこのラマズマミーさんに関する話ちょこっと触れたりとかしていますので、気になる方はそちらを見てください。はい。で、あと、これから数日以内、多分2、3日ぐらいかな。あの、まあ、よっぽどどでかいニュースがなければ、 ま、正直、どでかいニュースがある気しか僕は今してないんですが、えっ、ー、と、な、なければ、えー、もうラマズワミーさんが、あの、それ、今まで何やってきたのか結局そこなんですよね、気になるところが。まあ、そこのあたりをちょっといろいろまとめつつ、あとはつい最近ですね、なんか内部告発者が出てきて、ラマズワミーさん今提訴されてるんですよね。まあ、それが一体全体何の話なのかまあ、そのあたりをちょっとまとめてい,いくつもりなので、まあ、気になる方はそちらもチェックしてみてください。はい。まあ、とりあえずこんな感じの今現状です。 でですね、今日その、え、討論会があるわけなんですが、下手すると過去最低視聴率になるんじゃないかって言われてるんですね。まあ、その主な理由が、あの、FOX ニュースが運営するんですよ。で、えっ、ー、と、まあ、そういうこともあって、FOX ニュースといえば、ロンデサンテスフロリダ州知事推し系ニュースなんですよね。なので、トランプ陣営からすると、参加する意味がないんじゃないか、むしろマイナスしかならないんじゃないかっていう意見が多かったんですよね。 ま、多分それもそのはずですよね。多分みんなあの、基本的に大統領候補の人たちっていうのは、まあ、トランプ叩きは、特にクリス・クリスティっていうね、とんでもないやつがいますので、えー、や奴はもう多分トランプが一色で暴走すると思うんですよね。で、あのー、もういろんな人覚えてると思います。2020年の大統領候補者討論会で、1回目の討論会ってあれ、フォックスニュースがモデレーターやったんですよね。で、あれもう悲惨なものだったじゃないですか。もうとにかくその、バイデンの肩を持ち続けるフォックスニュース。 まあそれあんなん見せられたら参加して意義があるかどうかって言われたらあるわけねえだろうっていう話なんですよね。はい。まあなので僕も参加する意味はないかなっていうふうに思うので、はい。まあスキップしていいんじゃないのかなっていうふうに思います。はい。で、まあ今回それだけじゃなくて、 いい加減にしろよみたいな感じのところもあるんでしょうね。え、不参加なだけではなくてですね、タッカー・カールソンとちょっと仕掛けてきておりまして、えー、タッカー・カールソンって今いろんな著名な人物にインタビューした動画を、え、ツイッター、まあ、今 X って言いますけれども、そこで公開してってるんですが、えー、今回ですね、その討論会が始まる午後9時のタイミングにぶつけてですね、えー、そのトランプ、タッカー・カールソン動画が公開されるということなので、はい。僕はちょっとこれね、あの、間違いなくその動画の方を見に行きますけれども、はい。 ええと、まあ、そういうことまでかなり数がねな、流れるんじゃないかっていうふうに言われております。はい。で、まあ、今の状況を見てもね、正直そうならざるを得ないっていう感じでして、例えば共和党全国委員会の委員長のロナ・マクダニエルって人物がいるんですが、この人今年の春に、ええー、と、委員長参戦をようやく果たしたんですね。で、その再選の背後には、トランプ大統領の、まあ、サポートみたいなのもあったんですよ。直接のサポートはしてないんですが、トランプ大統領はその、マクダニエルの対抗馬を支持しなかったんですね。 っていうこともあって、え、再選を助けてもらえてたんですが、結局その恩をあだで返せのことをずっとしてるんですよね。そのトランプっていう名前は使い続けて、え、金集めはするけれども、トランプサポートは全然ろくにしない。 ま、そりゃね、ふざけんなっていう話ですよね。はい。で、あとはタッカー・カルソンはタッカー・カルソンで、まあ、ご存知の通り FOX ニュース追い出されまして、まあ、多分ふ,ふざけんなってところがあると思いますから、今回これも合法的な復讐劇ですよね。はい。っていうようなのが待ってるからっていうことなんですが、まあ、この史上最も注目されないであろう討論会前に、様々な問題が発生しているんですね。 具体的には、あの、ロン・デサンティス、フロリダ州知事と、あとは先ほど言いましたラリー・エルダーさんの話なんですが、まずはデサンティス州知事に起きている、ちょっとしたトラブルの話をしていきたいと思います。え、まず一つ目、出現やっちゃって今炎上中っていう話なんですね。えー、フロリダ州拠点の、 え、ほ、保守系独立メディアって言えばいいのかなフロリダスタンダードっていうメディアがあるんですが、そこのインタビューを、が、えー、先週の金曜日に公開されてたんですが、その発言がね、今結構炎上されてらっしゃいまして、えっ、ー、と、流れとしては、あなたは今、ブッシュ家の手先だとか、ライノ、ま、いわばこれ、あの、名前、名、名前だけ共和党員みたいなやつですよね。と、あの、呼ばれてるけれども、その原因は何なのか で、それに対してどう思うのかみたいな感じで、その要は自分が攻撃を受け続けてることに対してどう思ってんのか、なんでそうなってんのかっていう話になったんですね。で、その中で、そもそもその攻撃してきてる連中っていうのは基本的にトランプを支持している政治家であると。 で、私の意見としては、保守ムーブメントは個人の人柄によるべきではないと思ってるんだと。要は、そのトランプっていう人物にただ付き従うっていうのはおかしいんじゃないかっていうふうに言ってるんですね。で、理念に基づかず、毎朝トゥルースソーシャルで流れてくることを追いかけるだけの元気のない器、または元気のない船でしかないのであれば、それは持続するムーブメントではないだろうと。 まあ、もう、すごく簡単に言うと、トランプを支持してる連中たちっていうのは、もうただただトランプを盲信しているだけの元気のない器であるっていうようなことを言ってるんですね。まあ、これもめっちゃずれてるんなと思うんですが、じゃなくてその、言ってることに共感してるからついてってるんですよね、みんながね。だからまあ、 まあ、もう、もういいわ。とりあえず。はい。で、えっ、ー、と、まあ多分ね、トランプ側の人たちは、これに乗っかってね、そうだそうだ、そのトランプ信者たちは、えー、カルト宗教のようなやつでどうのこうのみたいなね、トンチンガなこと言うと思うんですが、はい。まあその話はどうでもいいとしまして、えっ、ー、と、まあこういうふうに言って、まあ言うなら、あの、トランプ支持者は、かわいそうな人々だっていうふうに言ったヒラリー・クリントンと同様で、その、 トランプを攻撃するんじゃなくて、それを支持している人たちでさえも攻撃したっていうことで、もうヒラリーと変わらないじゃん、アイツみたいな感じで大炎上したんですね。てか大炎上しているんですね。で、まあ、これに対してデサンテス陣営の報道官は、いや、勘違いが起きていると。あの、デサンティス州知事の発言っていうのは、 一般のトランプ支持者に対する発言ではありませんと。トランプ支持を表明することで、自分の票集めにつなげようとしているワシントンにいる政治家に対する発言だったっていうふうに、ほどずれてますよと。いつも通り、そのデサン,デサンテス攻撃のために、メディアがなんか意見をねじ曲げてますよっていうふうに非難してるんですね。で、確かに動画見てみると、 話の流れっていうのは、一般のトランプ支持者よりも、その政治家に対する意見だったんですね。その直前、その、ロイ・チップっていうね、あのあ、間違えた、チップ・ロイっていう、えー、テキサス州の、えー、政治家の名前が出たりとかしていたので、確かに政治家に対する発言だったはずなんですが、もう今ね、その、 デサンティッ知事をフォローする人がいなくなってるんですよ。昔だったら多分、保守系メディアが一斉になって、いや、あの、発言がねじ曲げられているっていう風に言ってたはずなんですが、もう今そうじゃなくなってきてるんですね。で、特に今回一番注目が集まってんのが、反トランプ議員ですらも、デサンティッ知事の発言を批判してるんですよ。 えー、この、ナンシー・メイスっていうですね、サウスカロライナ州選出の、えー、連邦会員議員がいるんですが、この人、この前の中間選挙でトランプ大統領から対立候補を送り込まれた、もう、お互いがお互い嫌ってるんですよ。その人ですらも、デサンテス何やってんだと、いうふうに、非難してるんですよ。その、支持率を今落とし続けている中、なんであんな発言したのか、私には全く理解ができないと。いや、ナンシー・メイスって、あの、その、ね、 政治家の一人なわけじゃないですか。なんで多分政治家目線の話だと思うんですが、あんなこと言われたら、まだ支持声明出してない議員からの不信感買うに決まってんじゃないかと。その、要はよくあるのが、トランプ大統領って個人を攻撃するんですよね。その政治家個人を。ただ今回のデサンティ周知ュのやり方っていうのは、めちゃめちゃ範囲広げて攻撃しちゃってるわけじゃないですか。そこが問題なんですよね。 で、まあ、そこに関して、えっ、ー、と、今かなり、なんでしょう、もう炎上状態になっていまして、どうするんだろうか、みたいな感じ。多分今日の討論会でもいろいろ、あの、深掘りがされるんじゃないのかなっていうふうに思うんですが、まあ、こういうふうにかなり逆風が吹きつつあるっていうことなんですね。で、あともう一個が、こう、もうびっくりしたんですが、デサンティス陣営なんか多分工作員いるんですね。で、それがとんでもないことを知れかしていまして、ニューヨークタイムズが先週、 出してたんですが、デサンティス陣営の討論会用の先日メモをネット上で発見したっていう意味不明な記事が出てきたんですよ。そんなバカなと思ったんですが、あの記事見てみたら、デサンティス陣営の政治資金団体にネバーバックダウンっていう団体があるんですね。 で、そこのチーフストラテジ、ストとして、デサンティス陣営にずっとアドバイスをしている人物が運営しているコンサル会社に、アクシオムストラテジーズっていう会社があるんですが、そこのウェブサイトで本当に公開されてるんですよ。<laughs> あの、えっと、もう今すでに削除されてます。ただ、えっと、魚卓サイトってあるんですよね。あの、ウェブ、ウェイバックマシーンっていうので、このアクシオムストラテジーズの、ええっと、うん え、でしょう、あの、アドレスを入れて、過去遡ってみたら、発見しました、僕も。えっと、例えばですね、その討論会参加者候補者の発言予想とか、それに対する対処法がまとめられているワードのファイルであるとか、あと、アイオワ州とニューハンプシャー州の現状分析に関するスライドとか、あと、調査結果まとめた PDF っていうのが公開されてたんですね。この今、赤で囲んでると、あの、あるところ、ここが、本当はね、色々あったんですが、全部削除されている後でございます。えっと、8月、 16日から8月9日になんかすっぽり抜けてますよね。ここに本当は、あの、それが載ってるんですよ。まあ、気になる方は、ウェイバックマシン使って見てみてください。はい。で、えー、と、ニューヨークタイムズの取材で今回発覚したっていうことなんですが、もうすでに削除されています。で、ニューヨークタイムズもこれ自分たちで発見したわけじゃないんですね。なんか匿名の垂れ込みがあって、で、調べてみたら、お、すげえの載ってんじゃんっていう風になったので、まあ多分、内部に工作員がいるんじゃないかっていうことなんですね。で、 ま、見てみるとね、これ、絶対社外費だわっていうものなんですよ。まあ、あの、気になる方は実際あの、ご自身で見に行ってみてほしいと思うんですが、はいで、そんなものが公開されたんですが、じゃ中に何書いてあったかって言ったら、もう次の討論会に向けてのデサンテス陣営の戦略っていうのがもう一つ一貫してました。それが、ビベック・ラマズマミニーを最大の対抗馬としてみなして、なんとかして彼の勢いを潰すぞというような準備がされていたんですね。 大きく分けて4つのポイントに分けて次の戦い方での決まっていまして、1つ目が、バイデンを3回から5回ぐらい攻撃しましょう。2つ目が、自分に関するそのポジティブな印象を2回から3回ぐらい主張することによって、前向きな人柄であることを、まあ、出しましょうと。で、3つ目が、もうとにかくこのビベック・ラマズワーミーを反論の時間で徹底的に叩く。 で、四つ目がトランプ不参加に関して、多分あの、クリス・クリスティっていうね、反トランプ野やろうが、あの、ずっとトランプがやるだろうから、まあ、それをかばうことによって、えー、なんでしょう。もうとにかくそのトランプっていう話ではなくて、ラマズワミを叩く場にしましょう、みたいな、そういうような方針を決めているようなんですね。まあ、なんで実際その通りに今日やるかどうかってところ注目ですし、一応、デサンティシュ知事本人は、あの、存在は否定してないんですが、読んでないっていうふうに言っていますので、 まあ、あとは、本当に乗っかってそれにやってるかどうかっていうところですよね。はい。で、えっと、その内部文書の話なんですが、討論会に今回参加するデサンテ州知事以外の7人の それぞれのための文章が用意されてるんですね。えー、例えば、一番多かったのが、えっ、ー、と、日記ヘイリーに対するやつは30枚、30ページ分ぐらいありました。一方で、えっ、ー、と、もうちょっと名前も出てくますけど、お前誰だみたいなやつに関しては3ページぐらいしかなかったりとか、はい、まあ、かなり温度差はあったんですが、あの、思いっう回目ですが、ラマズ編ミ対策っていうのは今回すごいんですね。で、えー、ラマズ編ミ対策だけは、 その、それぞれのために用意されている文書とはまた別のまとめのやつが用意されているみたいな感じで、まあ、かなり意識してるのはわかります。なので今回のデサンティス陣営の戦略としては、1位に踊り出るために何かやろうじゃないんですよね。とにかく2位を死守するためにどうすればいいかっていうことを多分考えてるのかなっていうふうに思うんですが、はい。 ちなみにこの丸の4のトランプ参加をかばうっていうやつ、これだけ見ると、おって思うじゃないですか。ところがですね、あの、詳細書かれてるところ見に行ってみたら、ちょっとなんじゃそりゃって話だったんですが、 内容をよく見ると、見てみると、そのクリス・クリスティっていうね、トランプ側が大騒ぎするだろうから、えー、それをいなすために、あの、まあ、ここに来れないような弱虫はそっとしといてあげようよ、みたいな感じで、えー、まあ、半分嫌味を言う想定みたいなことがされてますので、まあ、このあたりもね、本当に発言として出てくるかどうかっていうのをちょっと見ていきたいなというふうに思います。はい。ていうような内部文書も出てきていまして、なんか本当に今デサンテ州知事が、 なんかね、打線しちゃってる感じなんですよね。もともと中間選挙の時って、共和党といえば、テキサス州のグレック・アボット州知事。で、フロリダ州のロン・デサンテ州知事の2トップが、その、民主党の暴走を食い止めるためにめっちゃ頑張ってるってイメージだったんですよね。で、今回その、アボット州知事はそのままテキサス州に専念して、今いろいろやってるんですが、支持率全然落としてないんですよね。で、一方でデサンテ州知事っていうのは、 なんかどんどん自分のその政治キャリアを燃やしちゃってる感があるので、なんか大きくね、うん、ずれてきちゃってんなっていうふうに思うんですが、はい。まあ、というのはちょっと個人的に悲しくなるような話は以上にしまして、え、あともう一個、こっち重要な話でして、ラリーエルダーさんの話ですね。え、元ラジ、人気保守系ラジオホストっていうふうによく肩書きで言われるんですが、 あの、覚えてる人いるかもしれませんが、昨年、カリフォルニア州のリコール選挙に立候補して、えー、まあ共和党候補として戦った方なんですね。まあ、あの選挙が果たしてちゃんとしたものだったかよくわからないんですが、えー、あのラリー・エルダー候補がですね、討論会参加に関して拒否を食らってるんですよ。 で、これに対し不服として、共和党本部を相手取って訴訟を起こすぞっていうふうに言っているんですね。で、実際訴訟を本当に起こすかどうかわからないんですが、少なくとも、えっ、ー、と、連邦選挙委員会の元委員長をやってた人が言うには、仮に連邦選挙委員会にこれ、あの、公式な、その、苦情、申し立てた場合、下手すりゃ400億円規模の、400ごめんなさい、えっ、ー、と、 過去最高額が3.4億円かなの罰金になってたんですが、それに近いようなものになるかもしれないみたいな話をしてるぐらい、ちょっとめちゃくちゃなやり方で拒否されてるんですね。で、えー、っと、今回ですね、トランプ大統領なんですが、副大統領候補は大統領候補者の中から選ぶことになるだろうっていうふうに発言してるんですよ。ってなると、この大統領候補者討論会じゃないんですよね。事実上の副大統領候補者討論会なんですよ。 で、それって引いては、あの、まあ、まあ、そうで、まずはその民主党の先輩特許になっている、あの、性別とか人種っていうのを考慮していきますと、え、その副大統領候補になりそうな人って言ったら、ニッキーヘイリー、女性ですよね。で、ティム・スコット、黒人さんです。で、ビベック・ラマズマミ、インド人ですと。あ、インド系ですと。 の三人が有力候補になってるんですけれども、残念ながら全員危険人物なんですよね。で、あの、今回の話ってその2024年だけの話じゃないんですよね。あの、大、トランプ大統領の後継者選びにもなってくるわけなんですよ。まあ、なので、2028年にもつながるような話なので、その先を見据えたとき、そのね、最初はその4年間トランプっていうくさびの中で動くので、暴走しないけれども、 特にた、例えばティム・スコットさんなんかかなり期待されてたんですが、もうやっぱりゴリゴリのその戦争屋になる危険性を秘めてる人物なんですよね。っていうようなことで、あの、いろいろとね、あの、注意人物みたいな感じが上がってきて、そのね、言うなら、自由になった時に何しでかすかわからないって人たちがちょっと増えちゃってるんですよね。はい。っていうことで慎重な人選が必要で、その中でもラリー・エルダーさんそんな暴走するタイプの種じゃないはずなので、いいんじゃないかなって個人的に思ってるんですが、 ステージにすら立たせてもらえないということなんですね。えっ、ー、と、民主、えー、共和党全国委員会は討論会の参加条件を寄付っていうのと世論調査っていうので基準設けてるんですよ。えっ、ー、と、まず寄付に関しては、20州以上から、で、さらには各州200人以上、で、合計4万人以上の個人からの寄付を必ずもらってくださいねと。もう一個は世論調査結果で、えっ、ー、と1、1%以上の支持率のあるもの3つ、またはちょっと、まあ、もうちょっと細かい条件で4つ。 を、えー、提出してください。両方ともが揃ったところで、えー、参加を認めますっていう話なんですが、ラリーエルダーさん全部満たしてるんですよ。でも共和党本部が、いやダメですと。あなたの提出したラスムスセンレポーツの、えー、世論調査結果っていうのは、あれはトランプ関連団体のやつだから無効ですっていうふうに言ってきたんですね。これね、あの、根も葉もない大嘘なんですよ。なに、却下理由が全く意味がわからなくて、ラスムスセンレポーツって確かにトランプ、支持 経営団体っちゃあそうかもしれませんが、その民、共和党全国委員会言って何かって言ったら、トランプから金の出てる団体だみたいな感じなんですよ。そんなわけあるかいなっていう話なんですね。で、これに関してラスムセンレポートも否定してますし、誰でもわかる話なんですよ。だから、めちゃくちゃな理由で、強制的に排除されてるっていうところがあるので、今何やってんだって話になってるんですね。で、まあ、振り返ってみるとね、2015年の討論会なんかがそうだったんですが、あの時って、放末候補だったトランプ大統領の飛躍になった、 きっかけだったんですよね。そのブッシュ系ボロカスに叩いて、おおってなったわけじゃないですか。今まで誰も言えなかったことを、公の場でガーンって言ってくれたから、おおってなったわけなんですよね。っていうようなことがまた出かねないっていうことで多分、あのー、 ね、排除しようとしてるのかなっていうふうに思うんですが、もうこういうふうに都合の悪くなりそうな候補の削、排除しているように見えますので、まあそういう意味で共和党の中っていうのは未だに荒れ続けているのかなっていうふうに思いますし、改めてね、今回の2024年の選挙っていうのがうまくいかなかった場合は、まあ相当なんかぐち,ぐちゃぐちゃになるんだろうなっていうふうに思うので、まあ未来見据えてもね、ちょっと今回ね、あの、特にラリーエルダーさんには、 なんとかして、え、ディベートの場にね、立てるようにね、頑張ってほしいなっていうふうに思っておりますが、はい。まあ、とりあえず、ちょっとまた今回長くなってきましたね、ここまでで終わりにしておきたいと思います。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。え、最後はこれ、昨日寝る直前の、え、僕の空から見える風景ですね。え、デブちゃんがもうひっくり返って、もうなんか <laughs>、モデーンってなっておりますが、このね、曲がってる足が可愛いんですよね、またね。はい。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。失礼いたします。